ックルショー。はい、どうもチェルシーだよーということで、ヒューマンホールフラットパート7やっていきたいと思います。この7ですね、確かパート5から始まってますので、パート5、6まだ見てない人よかったら概要欄の方にですね、貼っておきますので、よかったら見てみてください。ちなみになんですけど、再生リストはゲームっていうのがありますんで、そっからも飛びますからね、よかったら確認してみてください。ということで、レッツラーオン。よし、行くぞー。よーし、長かった、マジで。これは多分ですね、まずこの杖であれブランブランを下に下ろして、ブランブラン状態にしてからブランブランするって感じじゃないでしょうか。うん、そういうことだね。まあ、そういうことだね。それで合ってるよね。多分合ってると思う。よし、じゃあそれしかないもんね、方法多分ね、今のところ。これどう、向き、向き、悪くない、逆じゃない、逆だね。いかん、こう、でもまだ近いからいいね、これね。まあね、そこが。これでいいか。うん、いけそう。あとちょい、ジャンプして。ちょんってジャンプしたらいけそう。ちょっ、引っかかれ。あれ、あ、すまねえ。お任せ。すまねえ。いた、そっちか。うん、そっちに落ちてくるのか。できるだけ端っこ持って。よいしょ。向きは逆。こっち向き？できる？そう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 。あ、ね、手の方向で調整できるの、もしかして。いや、自分の向きで。引っかからね。引っかからんかった。うわ、いていて。そこに引っかかんでい。ああ、引っかかんないの今の。引っかかんなかったね。マジか。すまねえ。よし、任せろ。とう、引っかかれー。え、引っかかった？引っかかんない。引っかかってない。え、なんでだ？なんで今引っかかんなかった？オケラスに？これワンちゃん手でさ、逆にさ、長いからさ、操作できんかな。どういうこと？こういう感じで。ああ、そういうことか。あ、あるあるあるな、それ。てか、ちょっと引っかかりそうだよ、その調子でいけるか。マジ？うん、頑張って。ちょっと待って、ちゃんと登るわ、一応。ねんねん、行くよ。おお、ほんとだ。よし、めっちゃそうだったね。で、こうやって俺がブランブランすれば降りてこない。全然降りてくる気配がない。うんこ、うんこだね、これ。マジ？やめよう、そんなの。俺頑張ってここでブラブラして落とすしかない。それか、わかんないけど、落としたことはないよね。それか、これでブラブラしないってことか。ワンちゃんさ、これ鎖そのまま直で持てるんじゃね、やっぱり。マジ？あ、できた。めちゃくちゃ意味ねえ。うわー、落ちてったし俺。うわあ、これ鎖持ったはいいけど、全然無駄な努力。で、一回離して、多分それ下を持つしかないやつやね。そうだね。あ、無理だ。うわ、むずそう、こっからそれ掴むの。下すぎて。うん、ああ、そっか、それがあるのか、今度は。もうやだ。どんだけ難しいの、このゲーム。ここむずか、このステージむずいね、マジで。マジでむずい。でも多分この上の状態が前回みたいになんか積み感はないけど、狙ってここに、よこしょ、あー、手前についちゃったな。うわ、どっかのタイミングで一回離してもう一回掴む。あー、それね。いけそうだね。でーい、オッケー、いけた。ついでに、もう嫌じゃん。もう嫌じゃん。しかもここ、お願い、つかめて。よし、オッケー。あ、これいけるんじゃない。よっしょ、助けて、助けて、私めここにまでおりまする。あ、ほんとだ。ちょっと待って、いけるかなそれ。わからん。え、それ上に上がって、それ、あー、ダメっぽいね。上に上がってそれだったもんな、今。きびいな、それ。つらい。さあ、もう今回はしっかり遠心力をつけていく。そうやね。次でいけるといいんだけどな。あ、岩にぶつかるんだよね、時々。いけた？多分、いけた。おー、危ねー。
ナイス。あぶねーあぶねー、待ってるわ。あ、セーブ入った。ナイス。すごい風車だね、これ。ねえ。これ、本当に向こうから多分来れたんだろうね、これ見て。だよね。まあいいや。これさ、待って、分かったかもしれない、俺これ。風車に掴むとかいう。そういうオチだよね、多分。掴んでどうすんの、これ。掴んであっちに行くんじゃない、あっちのほら、島みたいなところ。あ、でもなんかこれ、割と掴めそう。島みたいなところあるよね。こうやってやってたら、掴めそうじゃない、ほら。本当だ。うぇーい、あ、回ってるよ。待って、うぇ、すげえすげえ、すごい、できた。すげえすげえ、すごーい、すごいすごい。で、どうすんのこれ。で、どうすんのこれ。多分飛んで、あっちのほら、家がある方に行くんじゃない。この回ってる方向に、方向の先にあるところ、ほら、あー、そういうこと。そっちか。あ、そうそうそう、そっち。あっち側に行くってことか。そう。よし、次の遠心力の先に。これもうちょっと腕が、俺3回ぐらい、腕がしーちゃんの3回ぐらいねじれてるけど大丈夫なのかな、これ。大丈夫、俺もいや、っくっしょー、うわー、よいセーブが入ったよ。しっかり落ちてくれるよね、ほんとティピ君って。絶対に期待を裏切らないよ、君は。本当に待って待って、何あそこ見て、あそこ何、なんか洞窟あった、さっきのところの下。おー、ほんとだ。うわー、行けばよかった ね、 ね、気づかんわあれは。いやでも気づかんよね、あれはね。これ見てる人に言ってもらおう。そうだな、でコメントもらおう。これさ、うん、石をとりあえず破壊するんじゃね、これ、うん、違うか、やっぱりそれ、そう、そうっぽいよね、この。いや違うな、違う違う、これ縦にするんだ、この木を。あれ、うん、あれの理屈だよ、あの、なんだ、丸太。うん、あ、ん、言えば何これ。いや、ダメだな、丸太は立たないわ。あ、板がある、ここ、板、板あるね。あ、俺ら、今まで板、しかもさ、これさ、うわー、これそういうことだ。これそういうことで、あれ丸太でね、そういうことだね、そういうことだ、これ動かしたんだね。うわー、ちょっとこれ板持ってこう。んで、この丸太と、あのテコの原理的なやつを得るんだよね、きっとね。まんちゃん、そうでしょ、絶対。の、せーの、オッケー、はい、落ちました。さすが、期待を裏切らない男。くそ、よし、よしよしよし、セーブに入りましたよ。任せなーさい、ネットゴー。よし、ここで掴んだ状態で試してトーイ、イエーイ、ヤッホー、イエーイ。これ普通下からもいけるよな、多分。あ、落ちてったけど、いけたわ、取れたわ。なんでそんなスムーズにまっすぐ行けんの。わかんないけど、行けたー。よいしょー。
君は本当に、君は本当に最後の最後まで危ない。ちょっと待って、エンディングラジオ終わっちゃったー。あー愛を歌ってたところへ、語ってた